こんにちは。どうも、今日は家について話したいと思います。実は僕、結論から言いますと、今僕が住んでるこの家は家賃3万なんですよ。で、こんなに安い物件あるんだみたいな感じで最初思ったんですね。実は1月ぐらいから住んでて、でもう8ヶ月ぐらい経つんですけど、他にこの地域でそんなに田舎でもないので探して3万とかの物件ってあんまりなくて、なんでこんな安いんだろうとかって思って、疑問はちょっとあったんですけど、いいやってことで、そんなお金もないし、家賃にもそんなにお金もかけたくないなと思って住んだんですけど、その原因がちょっと分かりまして、ちょっとなんか報告しようかなと思って、自分なりの考察というか、そういう感じでちょっと行ってみようと思います。まず一つ目はね、あれなんですよ、壁が薄い壁が薄くて、今こうやって話してる声も隣に聞こえるかもしれないぐらいなんですよ。本当にもうね、壁が薄いっていうのは多分レオパレスとかそういう会社が多分有名だと思うんですけど、やっぱりどれぐらい薄いかっていうと、もう鼻かむ音とかも聞こえるんですよ。で、ティッシュ取る音までは聞こえないんですけど、テレビの音とかもう結構聞こえて、ね、水の音とかもちょっと鳴るしね、なんかそういう感じで割と生活音とか周りの近隣の住民の生活スタイルが分かっちゃうぐらい、目覚ましの音とかももちろん聞こえるし、音がするなっていうのは分かるんで、そういうのも慣れたんでいいんですけど、そういうのがねちょっとあるかなっていうのが一つと、あとは霊が出るんですよ。なんかごめんなさい、なんかオカルト信じない人に信じてもらえないと思うんですけど、なんかね、寝てる時にね、これ耳元になんかね毎日来るんですよ。なんかボーっていうのが、ボーって、なんかわかんないですけど、それでなんかバッて起きるじゃないですか。で振り払ったらなんかドゾゾって音が鳴って、ベッド叩く音みたいな感じで、なんか事故物件っていうのは多分ないと思うんですけど、そのやっぱ知らされる義務があるって聞くんでないと思うんですけど、でもやっぱりそういう安いわけにはそういうなんかいろんな理由があるのかなっていうのがありますね。皆さんもちょっと安い物件を選ぶときにはちょっと注意していただきたいなと思います。過去にも僕3万台の家を住んでて、そこはちょっと本当に事故物件みたいなところだったんで、そこもね、おいおいちょっと自分の経験談として話していけたらなと思います。今日はここら辺で、バイバイ。